ね、あの講師として、はい、お願いしてるんで、はい、じゃあちょっとそこの一番片思いのポイントをね、あの説明の方をぜひ皆様によろしくお願いします。はい、急に来るでしょ。キラパスが来ました。やっぱり一番最初ですね、買ったのに、あの自分も、よろしくお願いします。ですね、まず最初に教えていただくのはですね、手元の手ぬぐいちょっとない方もいらっしゃるんですけども、ちょっと広げていただいて、あ、どうぞ、どうぞ見てください。分かりやすく、どうぞ、こうですね、ちょっとこの肩のところに肩井ってね、肩に井戸の井って書いてあるここの場所をまず覚えていただくというのがまず肩もみの感でございます。はい、まずここが聞かせられると、あ、この人ってやっぱ分かってるんだなっていうのがすごく ありがとうございます分かると思いますので、まずここをちょっと聞かせるっていうかポイントをまず分かっていただく、手で触って分かっていただくっていう感じです。はい、まずやっぱり初めて参加された方っていうのはちょっとこの肩井がよく分からないので、まずは座っていただいて、あ、ここなんだっていうのを体感していただいて、その体感していただいた感じを今度は自分で実践して相手にちょっとこう味わっていただくという感じでやっていくと思いますので、よろしくお願いいたします。こんな感じでよろしいですか。はい、まずは牽制が大事ということです。牽制が大事ということです。はい、肩もみの歯でございます。はい、はい、ありました。では早速、じゃあ時間がないので、そうですね、やっていきましょうか。はい、はい、はい、ではまずね、初めて参加してくれた方から休憩です。はい、やっていい。あ、取られてるし、しかも今暑いね。あ、エアコン後ろに、はい、あ、そうそうそう、ヨウヘイさん、どうもヨウヘイです。気持ちいいよ。はじめましてじゃないですかね。はじめましてじゃないですね。皆さんよろしくお願いします。全国の皆さん見てますか。秩父市の皆さん、ヨウヘイさんだよ。あ、近い。肩甲骨モデルで有名なヨウヘイさんだよ。脱ぎましょうか。かけましょうか。その側面を歩かれてる。表現がエロいっすね。あー、気持ちいい、超気持ちいい、肩もみ最高。肩もみがいいですね。肩もみは最高ですね。最高。ああ、近い。ああ、近い。岩井さん、ちょっとすごくお願いしていいですか。何かが日頃の何かがここに溜まってるんですよ。だからこの辺のラインがめっちゃ痛いんですよ。うわ、きつい。その辺もちょっと先生だと、もうちょっと前かな。もうこの辺、要はこの辺一帯ですよ。多分ね、コリコリしてる。あー、痛い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 、すごいですね。イケメン2人で。いやー、腕硬いっすね。硬いですよ、本当に。人間は柔らかいつもりなんですけどね。硬い。なんでここだ、こんな硬い。いや、わかんないです。痛い痛い痛い、すげー。平行に。おーっす。
おお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 お左肩が取れる何左肩あ右肩だそれで合理的につけられるあら、普通の普通のマッサージになってる。私いつもやってる感じになっちゃうんですけど。大丈夫ですか？やだ、ちょっとみんな注目してるからこっちにします。じゃあ今度は反対側もちょっとやってみます。あ、いい絵だ。雰囲気が来ますね。あー、遅いんだ。あー、ツーンとくる。あ、終わっちゃいました。あ、でもすごい。あー、いい感じ。あー、すごい。本日の MVP です。ありがとうございます。これやったらだけなんで本当楽になりました。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。今日皆さんいかがだったでしょうか、ね、やっぱこう今日初めて、ね、会った人同士でもこんだけこう触れ合いを、ね、することによってこういい雰囲気になって、ね、仲良くなれるっていうのはやっぱこう触れ合いにこう触れることが持っているこのマッサージの魅力だと思いますのでね、いろんなシーンでまた肩もみしていただいて、あとはまたサークルにもご参加ください。はい、はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。記念撮影をね、毎回恒例の記念撮影をしたいと思いますが、こちらの時にね、